貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。早く人を手配してくれませんか。もう半日も経っているんですよ。すみません、すぐに動けるような冒険者は今のところいないんです。あ、ちょうどいいところにいらっしゃいました。こちらは運搬車のマネージャーのインレイさん。今教会へ依頼を出そうとしているところだったのですが。旅人さん、あなたがウンキンがいつも言っているあの旅人さんですか。お願いです、私たちの代わりにウンキンを探し出してください。そうなんです、あと数日で舞台に立つ予定なのですが、こういった言葉を残してどこかへ。もし舞台にウンキンがいなかったら、常連さんたちは怒ってうちの舞台を壊してしまうに違いありません。私たちもそう説得したのですが。この方はその気になると帰らないどころか自分の身の安全すら気にしなくなってしまうんです。あんな危険なところに芝居の稽古をしに行くなんて、もし何かあったらお客さんたちに何と説明すればいいのですか。ではもしどこか怪我をしてしまったら、このリーユエ全体の損失になってしまいます。はあ、見ての通りこんな状況でして、そのこの依頼を引き受けてくれませんか。助かります。どうか彼女を安全に連れ戻してください。わめきなさい、さばきのイカズチ。さけ、行くぞ、見てこい。結束せよ、よっよっ、はいはっ、よっはいはっ、よっ。すみません、先ほどは気づきませんでした。どうしてこんなところまで。もっと後できちんとしたお誘いをしてお会いしたいと思っていたのですが、まさかここでお会いすることになるとは。なるほど、インネイに頼まれてきたのですね。あれほど心配しないでと伝えましたのに。しかし今回は、あなたがいてくれたおかげで、大事にならなくて済みました。ただ、あと少しで、神格さんの言う、あの心境に至れるところだったのですが。神格さんから聞いたのです。神女の妖魔退治。あ、いえ、彼女があの時していたことは、芝居で歌われているような勇敢な行為ではなく、ただ、生死の狭間に立つ自身を、守っていたに過ぎないと。ですが彼女自身は、今の芝居で歌われている、
人のために自身を犠牲にする信仰の方が好きだと言っていましたが、なので私もその後いろいろ考えたのです。そもそも劇中人の感情は複雑で決まりのないもの。一つでも多くの感情を体験できれば参照できるものも同じく一つ増えます。異なる心境から役の行動を解釈できるようになれば、私の演技もより一層高みにいけるはず。そのためにここに来たのです。少しずつ体験していきたいと思っていましたが、いざ役になりきると何もかも忘れてしまって、もう少しで、本当にもう少しで悟れるはずだったのですが。魔人さえも倒せるあなたが付き添えば、これ以上どんな危険を体験できるというのでしょう。やはりリーユエコーに戻りましょう。でないとあなたも因縁に説明ができませんもの。それに今回の旅に収穫があったかどうかはまだはっきりとは言い切れませんよ。増やしてください。あれからまた半日が過ぎようとしています。どうか彼の実力を信じてください。あ、戻ってきたようです。いいね、戻りましたよ。運気、怪我はない？まず福袋に行った方が。いえ大丈夫ですよ。安心してください、近日開かれる公演には影響しませんので。あなたと来たら、普段ならまだしもこんな時期に危ないことをするなんて。劇団のためにも観客のためにも、もっと自分のことを大事になさい。今回は旅人さんがいてくれたからよかったものの、もし本当に何かあったら来てくれたお客さんたちにどう説明する気？しかし、より良い芝居をすることこそお客さんへの責任を果たすということではありませんか？舞台での芝居がより良くなる、その可能性があるのなら見過ごすことはできません。あなたね、もう何を言ったらいいのかわからなくなってきたわ。あ、そうだ、あなたからも何か言ってくれませんか？あなたはどう思いますか？そうでしょう。それでは早速準備をして。あのね、旅人さん、ちょっとこっち。せっかく運金を連れ戻したのに、また彼女を連れ出そうとしてどうするんですか？次の公演まであと数日しかありません。劇団を代表してお願いします。しばらくおとなしくするよう説得してください。説得が難しいならどうにかして彼女の気を引いてください。お願いします。次の公演が始まるまででいいんです。もうこれ以上彼女を冒険に行かせるわけにはいきません。何を話しているのですか？もう用がないのなら私はこれで。え、いや、あらる、旅人さんから話が。早く彼女を引き止める理由を考えてください。私に何か用ですか？え、芝居を習う？芝居を習う？あ、そうそう、ちょうど彼から相談を受けていたところなのよ。運気に演技を教わりたいって。ほら、善は急げって言うじゃない。早く弟子にしましょう。ちょっと待ってください。私が弟子を取るなんてまだ早いです。ほら、せっかく旅人さんがリーユエ劇に興味を持ってくれたのよ。あなただっていつも彼を誘いたいと言ってたじゃない。おはん、それ以上言わないでください。わかりました。はあ、あなたの気持ちは承知しました。ただ弟子入りのことは祖師の意見を聞いてから儀式を行う必要があります。今は
あなたも私もそんな時間はないかと。まずは友人同士の交流としていくつかの技術を教えます。ですから師匠と呼ばなくても結構です。ちょっと待ってください。私はあなたにそう呼ばれるほど年を重ねてはいませんよ。もう少し考えた方がいいかと。それが思いつくまでは、私の名前で直接呼んでください。それでは明朝、飛雲の丘の海に臨する橋でお会いしましょう。あなたの初授業、最善を尽くして準備してまいります。はぁ、やっと安心できるわ。時間通りに来ましたね。時間を守ることも役者になるための必須条件です。でないと毎日の稽古すら終えることができませんからね。その前に一つ質問に答えてほしいのですが、ここに来る途中橋にいた鳩を何羽驚かせましたか？おや、まさか本当に正しい答えを出すとは、さすがあなたですね。ご飯。実はこれは、あなたの洞察力を測るための質問だったのです。目は感情を伝えるため、重要な鍵となるもの。物事をはっきりと見透かし、機微を見抜けるよう鍛えれば、力ある目になります。飛んだり休んだりする鳥を注意深く観察することは、目を鍛えるのに有効です。それに集中力を高めることもできます。ここに来て鳩のことを目で追い、海に向かって発声練習するのが私の日課である稽古の始まりになっています。焦らずとも大丈夫です。劇の節回しと身のこなしは一日で身につくようなものではありません。まずは一般的な理論を通して芝居の概念を簡単に理解することから始めましょう。そうです、私は多くの国の役者たちと手紙を通じて連絡を取っています。そのおかげで見聞も広がりました。例えば、一番簡単な理論から始めましょう。自分のことを実演してみてください。情景を再現してみましょう。かつて魔人と戦いファディを撃退したあの時の光景を、ほら、目の前にある海を眺めながら想像してください。あの日の雲来の海での荒波を、深呼吸をしてゆっくりと入り込み、あの時の気持ちを思い出してください。なるほど、そういう気持ちを抱いていたのですか。もう一度思い出してください。あの時一番実現したかった思いは何ですか？ふむ、いい参考になります。それから思い切ってその気持ちを叫んでみましょう。
ちゅう。ダメです。全然ダメです。感情も魂もこもっていません。確かにあなたは登場人物そのものですが、再現した情景があの時とは大違いです。荒波の中、命を懸けて戦うというよりも、静かな海辺で発声練習をしているだけのように聞こえました。そこです。役に入り込みたいのなら、その役になりきるだけでなく、周りの環境も頭の中で再現する必要があります。あなたはその情景を身をもって体験したとはいえ、やはりまだ初学者。その時の環境を思い描くことは、やはり難しいでしょうか。それもそうですね。あの時の気持ちを思い出すために、周りの環境を整える必要があるのであれば、もう少し遠くへ、高音角に行ってみるのはどうでしょう。おや？遠いところには行きたくないのですか？安心してください。私はただ提案しただけです。それに、高音角に行っても、あの時の波や風を再び見ることはできません。他の方法を試しましょう。リーウェ港の北部はどうですか？問題がないようでしたら、早速出発しましょう。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。それ！軍玉閣の対戦はあなたにとっても非常に特殊なものでしょう。すぐに役に入り込めないのも無理はありません。その情景を完全に再現するのは確かに難しいことです。ですが、ご自身がよく知っている敵を芝居の相手に置き換えてみるのはどうでしょう。例えば、芝居で生理死別の悲しみを表現したいとき、その不幸を体験したことがない場合、自分のよく知っている悲しみをその感情に置き換えるのです。例えば、苦労して見つけた宝箱にキャベツと大根しかないなんて理解が早いですね。武道劇においても同様です。魔人に対峙する場面を再現するのは難しいことではありますが、自分が慣れている動きなら潜在意識に従うことによってうまく演じることができるでしょう。さ、近くにいる魔物から始めましょう。普段の戦いぶりを見せてください。敵がやってきました。深く考えて、いつものように対応してください。よっ、はい。はっ、よっ。ジャッジメント。身軽で機敏な動き、まさに幸運流水。本物の冒険者みたいですね。その感覚が残っているうちに実演してみましょう。赤い衣のかかしを刀を持っているファデュイたちだと思ってください。さあ、軍玉閣でのあの対戦を再現するのです。あの時の情景を想像できなくても大丈夫。
あなたの慣れた動きで置き換えてみてください。行きましょう。仙人たちが奇襲機を操作しています。ファディに邪魔をさせてはなりません。はありません。よっよっ。結霜せよ。うん。動きに問題はないのですが、ファデュイの体格は普通の魔物よりも大きいものです。ただあなたが本能的に出した攻撃は位置がやや低く、力も少々軽いものでした。やはりどこか違いますね。この方法に長けている人は自分の日常経験を適度に脚色し、それを置き換えることができます。しかし芝居のために慣れた動作を脚色するのはそう簡単なことではありません。この方法を初めて試したにもかかわらず、ここまで悟ることができたのはとても素晴らしいことだと思います。しかしさっきの動きを見るに、これから言う最後の方法の方があなたに向いているかもしれません。舞台上のすべての動作、表情、感情、すべてを事前に設計してから実演するというものです。これまでの舞台にあった既存の例を参照するか、あるいは生活の中で似ている人物の真似をするか、とにかく劇中人の姿に関する詳細をすべて心の中で設計してからそれを演じるのです。ええ。あなたの場合、過去の自分を参照して、その真似をすることになります。想像してみてください。あなたは、あなたではなく、世界の外で、あなたを操り、すべての物事を操ろうとしている、誰かであると。説明は複雑ですが、実際にやってみれば、すぐに理解できると思います。では、こうしましょう。まずは簡単な情景の設定から。赤い衣のファデュイが奇襲機を壊そうとし、青い衣の獣衛士があなたの邪魔をしようとしています。あなたのすべきことは、すべての青い衣を避けながら赤い衣を直接倒すこと。はい、だいたいこんな感じです。ここから北へ行くと開けた場所がありますので、私はそこで舞台の準備をしてきます。心の中の演習が終わりましたら、私のところに来てください。早く！どうですか？演習は終わりましたか？焦らないでください。ゆっくりでいいので、私が声で導いてあげますから。秋蝉，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 
ついに外星の英雄らしい風格を今回は感じ取りました。苦労して教えた甲斐がありましたね。この方法は感情を込めるという点において、先の2つよりも巧妙なものではありません。ですが、最も一般的な入門方法でもあります。節回しや身のこなしの稽古を休まず励むのも、この方法を主流とするもののやり方です。たとえ初めは感情の表現が単調でうまく演じることができなくとも、稽古を重ねていけばいずれその道の極地へと近づき、そして至ることができるでしょう。歌声が至高の域へと達すれば、鳥などの動物までをも魅了し引き寄せることができると聞きます。そうでしょう。まだまだ私も演技の道を模索し続ける必要がありますね。それは、たとえ私が教えたとしても、あなたは真面目に学ばなかったと思ったからです。なんとかして、公演まで引き延ばす。その考えがあなたの顔にはっきりと書いてありましたよ。私もこの業界のものです。見抜けないはずがないでしょ。ですが、せっかくの機会でしたので、少しでもあなたに芝居の魅力を感じて欲しかったのです。劇は歴史の記憶を無数に含んでいます。劇が存在する限り、英雄たちの声も姿も舞台で再現され続け、代々受け継がれていくことでしょう。私はあなたの声と姿も劇の中に残したいと思っています。そうです、私は芝居を教えると同時にあなたの行動を観察してきました。最後に教えた方法のコツを覚えていますか？リーユへのために魔人に立ち向かい、それを撃退したあなたは芝居の中の信女と似ていると思いませんか？あなたを参考にしてその役を演じれば、私の演技の道も開かれると思ったのです。完全に入り込む、日常との置き換え、真似をして参照する、私にとってどれも同列に扱うべきものなのです。たとえ動きが完璧であっても、感情を込められなかったらお客さんの心を動かすことはできません。たとえ役に完全に入り込んだとしても、その上に設計を加え、舞台の感化力をさらに高める必要があります。どの方法であろうと試してみる価値があるのなら、私は見過ごすことなどできません。ありがとうございます。今回の試みは有意義なものでした。そしておめでとうございます。この初めての授業は無事終わりです。一人前？それはまだまだですよ。今回はあなたを参考にして新女の役を演じますが、いつの日か私はあなたのことを描いた作品を書くつもりです。その時はぜひあなたも舞台に立って私の演技を指導してくださいね。舞台に立つためにはまだまだ努力が必要ですが、これからは時折あなたの稽古を監修しましょう。またその呼び方ですか。私はあなたにそう呼ばれるほど年を重ねてはいません。しかし今後はあなたに教えたいものがたくさんあります。師匠と呼ばせることもできませんので、何か呼び方を決めた方がいいかもしれないですね。そうです、それなら先輩と呼ぶのはどうでしょうか。
し探す人を増やしてください。あれからまた犯人どうか彼の実力を信じていいね。も運気いえ大丈夫ですよ。あ、劇団のためにも今回は旅人さんがいて、しかしより良い舞台での芝居がより良くな、あなたね、あなたはどう思う。そうそう、わざわざ遠くから来たお客さんもたくさんいるでしょ。みんなあなたのために来てるの。その言い方、芝居を見るというより私を見に来ているというふうに聞こえますが。ええ、同じことでしょ。かなり違いがあると思いますが、でも確かに遠くから来てくれたお客さんをがっかりさせるわけにはいきません。そして私を探すためにお手を煩わせるわけにもいきません。ならばさっきの体験のことは一旦置いておきましょう。はあ、うちの役者さん、やっと落ち着いてくれたようね。私は配置の進捗を見に戻るから、また姿を消したりしないでよ。はあ、では私も稽古に戻ります。稽古は実体験ほど効果的ではありませんが、不足している点を多少なりとも見直せるでしょう。そういえばさっき助けてくれたお礼をまだ言っていませんでしたね。公演が終わった後、時間がありましたら和遊茶館にいらしてください。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつかは。何百条ものしきたりを暗記さ、早くそれ、よっ、生きてきた甲斐があった。美しき声は雲に届く。リーユへの芝居素晴らしい。ウン先生の芝居もっと素晴らしい。こんな素晴らしい芝居を見たのは初めてです。実に見事なものでした。ウン座頭の劇を聞くのは初めてではありませんが、聞くたびに新たな味わいがありますね。たった数日会っていないだけなのに、ウン座頭また上達しましたな。恐縮です。まだ経験が浅いため、劇団を受け継いでから一刻も気を緩めたことはありません。皆さんにご愛顧いただいているからこそ今の私があります。な、そんな滅相もありません。このリーユエで雲先生の名を知らない人なんていませんよ。雲座頭の劇を見たことがない人は商売の場で笑われてしまいますよ。趣のわからないやつだって。実はちょうど新月券で商談があるんです。来客も皆雲座頭の名を存じているものばかりで、その雲座頭をお誘いして一緒に飲みたいとの話が来ているのですが、いかがでしょうか。な、俺は瑠璃亭で予約を取りました。雲先生を待ってますよ。お二方申し訳ありませんが、本日はあいにく都合が悪く、実は今夜先約があるのです。お二方のご好意だけは受け取っておきます。そうですよね。
戦役がいるといっても優先順位があるのでは。あ、いや待て、お前は。ち、どうやら今日は運座頭と縁がないようですね。ではまた後日連絡いたします。え、あんなそさくさと逃げるなんて、まさかこの人かなりのくせ者なのでは。お二方の邪魔にならないように俺もこの辺で失礼します。しっかりとしたお見送りができず申し訳ございません。どうかお気をつけてお帰りください。ふう、またあなたに助けられてしまいました。さすがリーウェの有名人です。あのシゲサイコーまでシオらしくなっていましたね。しかし残念です。新月軒と瑠璃亭の料理、無駄にならないといいのですが。今から予約しても多分間に合いませんよ。でも大丈夫です。もっといい場所を知っていますから。まずは階段を降りましょう。今夜はあなたにきちんとお礼をしなければなりません。ウン先生、本当にウン先生だ。お聞きしたいことがあるのですが。おい、戻ってこい。ち、あいつ決まりも知らないのか。記者の方ですか。取材をしたいのならまずはマネージャーを通してください。いやー、うちの新入りはあまり規則を知らないもんで、どうか多めに見てやってください。今すぐ。ウン先生、先ほど新女が登場したところにあのチューブを加えたのはどうしてでしょうか。え、あれに気づいたのですか。はい、いつもならあそこは先方を歩むはずですが、チューブを加えると身のこなしが急に軽やかになりました。そうです、まるで鶴のように。おや、あなたどこの新聞社の方ですか。どうしてこれまでお会いしたことがないのでしょう。その私は僕たちはスチームバード新聞社の者です。僕は編集長の白衣で、彼女は記者のシーン。以前はずっとフォンテーヌで仕事をしていまして、ここ最近リーユエに戻ってきたばかりなんですよ。スチームバード新聞社でしたか。道理で記者さんも芝居にお詳しいのですね。そんなことありません。ウン先生と比べたら私は。おっと、せっかくウン座頭に興味を持っていただけたのに、その行為を無下にしちゃダメだろう。ほら、もっと話をして。もっと。しかし私には先約がありまして、それにマネージャーも通していないようですし。ええ、そうですね。お二方申し訳ありませんが、そういう規則となっています。マネージャーに報告してからまた後日取材に来てください。スチームバード新聞の方であればマネージャーもお二方を困らせることはないかと。その時はこの運金が何でもお答えしますので。これは、わかりました。突然の訪問申し訳ございません。では失礼します。おい、早く行くぞ。はい。ウン先生、さようなら。少々お待ちを。マネージャーでしたらあちらの方向へ。はあ、大丈夫です。後で新聞社にいる友人に聞くとしましょう。今はあなたとの約束の方が重要です。いざ数えてみると、今夜は3つも誘いを断ってしまいましたね。私についてきてください。この最後の約束は落胆させるわけにはいきません。
話は終わりです。空気の中にまで香りが漂っています。やはり芝居の後はチコガンに来るのが一番ですね。おや、あなたもそこの常連さんでしたか。三杯酔いは視界が開けているので、お茶を飲みながら講談を聞くのに最適です。私のとある常連さんもそこが好きなんですよ。ただ少々食欲をそそる煙が物足りないと言いますか。海頭鎮のお店に行ったことはありますか。あそこのチコ魚焼きは本場の味ですよ。三杯酔いと万民堂もいいお店ですが、串焼きを食べるならやはりそこが一番ですね。軽やかな風、熱々の炭火、そして飲み物早く行きましょう。チコ魚、新鮮なチコ魚。おや、これは運座頭じゃないか。しばらく来てなかったが、いつもと同じでいいかい。いえ、今日は友人との付き合いでここへ来たので、まずは豚肉の油炒めを一つ、それとおすすめの串焼きをお願いします。チコ魚焼きはとりあえず2本お願いいたします。1本は唐辛子少なめで、もう1本は はいよ。チコ魚焼きはすぐにできるから、二人とも少し待っててくれ。飲み物はどうする？飲み物は趣味で作ってるだけで、まだ人前に堂々とは出せないんだがな。でも運座頭は串焼きを食べるとき飲み物と組み合わせるのが好きだから、いつも彼女には試飲してもらってるんだ。それじゃあお二人さんともお茶でいいかい。それとも他に希望は？何か新商品はありますか？そうだな、新商品なら隣の東商から牛乳をもらったな。あとこの間モンドから来た商人にそこで流行ってるものを聞いた。ミルクティーとかなんとか言ってた。俺も作っては見たんだが、評判は普通でな。まだ人様に売れるような域には達していない。牛乳とミルクティー、喉に悪いでしょうか。少し試すだけなら大丈夫ですよね。あなたはどうですか。何か飲みたいものは。はい、ではまずはそれでお願いします。それから、それぞれ一つずつお願いします。全部試してみたいので。あいよ。それと熱々のチコ魚の完成だ。ごゆっくりどうぞ。さあ、熱いうちに召し上がってください。この温度に冷たい飲み物を組み合わせるとちょうどいい口当たりになるんですよ。ふう、満足しました。残るはこれら飲み物だけですね。それぞれ一つずつ頼みましたが、結構残ってしまいました。はい、私はまだ飲めますが、飲んでみたらなんだか少し味が足りないというか、普通の飲み物とあまり変わらない気がします。お客さんの口に合うように味をあっさりめにしたのだと思いますが、いっそのこと中に具材を入れてみるのはどうでしょう。そういえば鍋遊びを聞いたことはありますか。残りの飲み物で鍋遊びをしましょう。私が自分の感覚で具材を中に加えますので、何を入れたのか当ててみてください。安心してください。出来上がった飲み物は均等に分けます。変なものは入れませんよ。細かい点は気にしないでください。隣のお店で具材を準備してきますので、心の準備ができたらやってみましょう。それでは準備を。盗み見はダメですよ。
できました。まずは私が試してみます。ああ、美味しいですね。ではあなたの番です。え、ただの表情管理ですが、それに特に変わったものはありませんでしたよね。味も悪くなかったでしょ。ではどんな具材を入れたか全部わかりました？惜しいですね。あと少しでした。また今度新たな組み合わせに挑戦してみましょう。そう、例えば伝統的な飲み物を使ってみるとか、召喚炉や梅醸節で飲み物を作ったら一体どんな新しい味がするのでしょう。考えるだけでワクワクしますね。役に入り込むとは、劇中人と自身の似た一面を引き出してみせること、そうおっしゃる方がよくいます。そういった観点からすれば、役者と役を結びつけるのは間違っていることとは言えません。しかし私が持っているのは舞台上の姿のみではありません。舞台上は舞台上であり、舞台裏は舞台裏でまた別なのです。私を素っ気ない人だと思っているような手紙ももらうことがあります。そのため手紙を返すときはより慎重にならなければなりません。時々食事会に参加することもあるのですが、そのときはずっと心の糸を張り詰めたままにしています。飲み物を飲んだばかりです。急に変なことを言わないでください。はあ、まあいいです。あなたは真面目に言っているようですし、それに免じて多めに見てあげましょう。とにかく人とは千の顔を持っています。いつも同じ一面だけを見ていると、その人自身のことを見失いがちになるのです。もし今夜こうしてあなたと出かけて話をしていなかったら、私もあの有名な旅人さんが飲み物を真剣に品定めする顔を見ることはできませんでした。私はまだ尊い役者と呼ばれるような域には達していませんよ。私のことは劇を演じられる普通の友人だと思ってください。普通の友人はこういう日に記念として何を残すのでしょうか。記念撮影？喜びの瞬間をいつでも思い出すことのできる写真として残すのですか？いいですね。それでは今日の思い出であるこのお店を背景にしましょう。どんなポーズを取ればいいでしょうか。早く。なかなかいい出来ですね。今後この写真を見るたびに今日のことを思い出せるよう願います。少々お待ちを。記念というのなら
1枚のみとはいきませんよね。お互いに1枚ずつ所持してこそ記念として残るというもの。この写真はあなたが持っていてください。それから私もあなたのために写真を1枚撮りましょう。飛雲の丘の近くで写真に適した美しい景色を探してきてくださいますか。私は少し準備をしてきますので後から向かいます。すみません、お待たせしました。すぐにわかりますよ。いい景色ですね。光り輝く明かり、並び立つ楼閣。こんな素敵な場所を見つけるのは苦労したのではないでしょうか。うん、この角度からならちょうどいいですね。ほら、ポーズをとって。目をつぶってください。ほら、早く。準備を。3、2、1。目を開けていいですよ。私とセピロス剣術について学びたい？も知らないのか。記者の方ですか。取材をしたいのな。いやー、ウン先生。え、あれに気づ、はい、い、軽やかにな。そう、おや、その、あはは、以前はずっとフォンテーヌで仕事。スチームバード氏通りで。そんなことおっと、せっかくウン座頭に興味を持っていただけたのに、その行為を無下にしちゃダメだろう。ほら、もっと話をして。もっと。しかし私には先約がありまして、それにマネージャーも通していないようですし。しかし私たちの約束は。そうですか。いいでしょう。ありがとうございます、ウン先生。なんとお礼を申せばいいか。それでは早速静かな場所を探して取材を始めましょう。なるほど、だからここにチューブを加えたのですね。そうです。そうすると動きもより力強くなりますし、舞台の雰囲気作りにも役立ちます。そこまで考えていたんですか。それならこの後に来る東東連行に古めかしい感じを加えるのはどうでしょう。
ん？ここにですか。あ、ごめんなさい。ここは定式ですよね。規則を破りたいとは思っていません。大丈夫ですよ。その提案はなかなか面白いです。考えておきますね。ありがとうございます。そうですか。光栄です。まったく。あっ、シーン、読者たちが関心を持っていることも聞きなさい。わかりました。それなら舞台の配置と舞台衣装に関する理解もお聞きしたいのですが。その運座頭のお考えは、いやはや実に奥が深いですね。ただうちの読者層には、芸術のこと以外にも、その運座頭の他のことについても興味を持っているんですよ。他のこと？ええ、リーユエの看板役者である運座頭の衣食住に興味を持っている読者は大勢いらっしゃいます。芝居の稽古以外なら普通の方と何の違いもありません。これといって面白い点などないですよ。いえいえ、そんなことありませんよ。さっきのあの芝居でも、運座頭のために遠くからいらした方は数えきれないほどいたでしょう。実を言うと、僕の親戚の娘も見聞を広めたいから見に行きたいとダダをこねていたんですよ。それに玉のかんざしを差し上げたいと言っていました。ご冗談を。私たちの劇団はお客さんから贈り物を受け取ることはありません。それとも誰かが我々を語って贈り物を受け取っているのでしょうか。このことは院内に調べさせないといけませんね。これはその子が適当に言っただけでして、この話は終わりにしましょう。先ほど重西公とスネージナヤ人が階段から降りてくるのを見ましたが、彼らも運座頭のお客さんでしょうか。スネージナヤとファデュイについて運座頭はどう思いますか。あ、いけない。初めての取材なのでメモがめちゃくちゃになってしまいました。一旦止めて整理しないと原稿が書けないかも。編集長、確認お願いします。バカなことを言うな。取材の途中でメモを整理するやつなんかいるか。くー、引っ張るな。運座頭、後でまたお話ししましょう。はあ、大丈夫です。このような質問も初めてではありませんので。前回は院内が取材を中断してくれたのですが、その結果次の日の古新聞には私のことを約束破り、眼中人なしと書いた記事がたくさん載っていました。それ以降、すべての取材は院内へ届けを出してもらってから行うようになったのです。芝居さえうまくなれば劇団を支えられると思っていましたが、今は舞台以外のことも気にかけなければなりません。はあ、はい、判事たちのことですか。確かに彼らは私が大切にしているお客さんです。しかしたった一本の芝居から細かい点をたくさん見極められる方は滅多にいません。スチームバード新聞の記者であるシーンさんはどうしてあのような編集長と一緒にいるのでしょう。どうも妙ですね。彼らはすぐに戻ってくると思いますので、私は取材を続けるためにもここで待つとします。私の代わりに調査を行ってくれませんか。はい、何かありましたらまたここに戻ってきてください。よっ。あのどうして運先生を困らせるんですか。静かにしろ。もっと離れてから話せ。運金に悟られたら元も子もない。
君ってやつはどうしてわからないんだ。ぜひとも冒険者協会に入会を。つまらない質問ばかりして、そんなことを知りたがる読者がいるとでも思ってるのか。よく考えろ。これはまたとない機会なんだぞ。あなたにはわからないでしょう。ウン先生がどれほどの心血を注いできたのかを。もういい。人が多いところで騒ぐな。君も嘘をついてたことをウン先生に知られたくはないだろ。嘘を？無責任な発言をしたのはあなたの方でしょう。ふん、君も楽しく話していたじゃないか。それにあの契約を忘れるなよ。さっさと行くぞ。話があるならそこで話そう。どうやらちゃんと言い聞かす必要があるみたいだ。私いい加減別れって。僕たちのような古新聞にとってこんな機会は滅多にないってこと十分知ってるだろ。特ダネを書いてそれが売れたらそのモラは君が一生かけても稼げないほどの額なんだぞ。あなたって人は。それにスチームバード新聞の名を語るなんてバレるのが怖くないんですか。僕がスチームバード新聞を名乗っていなかったら彼女は君に目を向けすらしなかっただろう。そんなこともわからないのか。それに一体何を恐れるというんだ。取材した内容をそれっぽく書いてやれば彼女だって反論できないだろう。もし仮に噛みついてきてもそれはそれで御の字だ。これは悪意ある取材です。ウン先生を困らせるなんて私が絶対に許しません。ふん、いくつか芝居をしただけだっていうのに本当にそれで名役者にでもなった気でいるのか。この世にはな、君みたいに演技や節回しなんかに興味を持つ人間なんかいないんだよ。読者たちが知りたいものを書く、それが一番さ。そういえばさっき隣にいた金髪のアンちゃん、運金と親しくしていたな。なかなかいい切り口になるんじゃないか。もういいです。今すぐ戦艦軍に告発してきます。告発？どんな理由で？希望？それとも名誉毀損か？まだ記事なんて書いてもいない。証拠でもあるのか。私君こそ仕事をおろそかにしている上に僕の仕事を邪魔しようとまでしている。もし次の取材を台無しにしたら君が署名した労働契約に従って破産するまで弁償金を支払ってもらう。私は一体どうしてあのような契約を結んでしまったのでしょう。何者だ？君か。何をするつもりだ？勝手なことをするなよ。さもないと君と運金のことがリーユエ全体に知れ渡ることになる。怯えながら待つことだな。ちょっと待ってください。さっきは運先生にしか目を向けていなかったので気づきませんでしたが、この方は。うん？まさかこの方は七世でさえ彼の言葉に耳を傾けるというあの噂の旅人さんですよ。今回は貧乏くじを引いてしまったようだな。落ち着いてくださいよ。僕たちが言いたかったのは。おっしゃる通りです。
今すぐここを離れますので。ついてない。本当にすみません。こんなことになるとは思ってもいませんでした。でも今さら雲先生に合わせる顔もありません。私の代わりに彼女に謝ってもらえないでしょうか。それは早く。お疲れ様です。何か見つかりましたか？そうでしたか。まあ意外というわけでもありません。しかし最後にシーンさんともっと話せなかったのは少し残念に思います。彼女の劇に対する理解と情熱は演じられるものではありません。もし彼女ときちんとした交流ができたら、私も新たな着想を得られたかもしれませんね。運金運金、また勝手に取材を受けたの？ああいった古新聞は意地が悪いの。上げ足を取って言いがかりをつけてくるかもしれないのよ。今日は何もなかったとしても明日がどうなるかなんて誰にもわからない。彼らの拠点を一掃しない限りこんな日がいつまでも続くんでしょうね。はあ、今回の件は私が油断していました。まあ今さら後悔しても仕方ないわ。劇団のみんなにも急いで知らせて、もう少し気をつけるよう言いましょう。岩王帝君のご加護がありますように。もうこれ以上波風が立たないでほしいわ。いい加減分かれって特ダネを。取材した。これは悪。この世には、そういえばもういいで。告白君こ、もし次私はもう一度よく考えるんだな。せっかくの機会なんだ。どんな質問をするかこれから僕もじっくり考えないと。編集長、待ってください。やっ、お疲れ様です。何か見つかりましたか？そうだったのですか。あの編集長が少々怪しいことには気づいていましたが、まさか裏でそんなことが。先ほどはただ質問をされただけで、まだ新聞にも載っていません。戦艦軍が来たとしてもどうにもできないでしょう。軽率に通報してはかえって彼に言いがかりをつけられるかもしれません。ええ、それも一理あります。しかしこのような古新聞の場合、
社屋と印刷する場所は定まっていません。些細な噂でも耳にすればすぐに逃げてしまうことでしょう。彼らを捕まえようとしても手の施しようがありません。しかし先ほどあなたが言ったあることが少し気になります。もう一度手伝っていただけますでしょうか。あの記者の方に手紙を書こうと思います。はい、それではお願いします。ふう、あの編集長の方がもうすぐ来るはずなので私はここで待っています。手紙の件は頼みましたよ。うまくいけばしばらくは静かに過ごせるかもしれません。もういい。この契約書をただの紙くずだとでも思っているのか。僕が急いでいなかったら今すぐにでも辞めさせることだってできるんだぞ。分かったらちゃんとここで反省しろ。こっちは君に付き合ってる暇なんてないんだ。私一体どうすれば。あなたは雲先生の隣にいた方ですよね。雲先生が私に手紙を。今すぐ読みます。ふむふむ、まさかそうだったのですか。 D 上の法律に基づき私に弁償金を支払う要求があってもその額が報酬をあまりにも上回るものであってはならない。手紙にはそう書いてありました。破産させるまで支払わないといけないような契約は元より効力がないんです。弁償金を支払うどころかこの契約をもって総務市に行けばあいつを捕らえることだってできるそうです。こんなこと考えたこともありませんでした。仕事を探している時よく考えもせず契約を結んでしまいまして、しかし思いもしませんでした。雲先生は芝居が上手な上に法律にまで詳しいなんて。はあ、もしあの時雲先生に話しかけていなかったらこんなことも起こらなかったはずですよね。それに最後は雲先生に助けてもらうだなんて。それが私はまだ試用期間中のためどこに職場があるのか教えてもらえてないんです。原稿もすべて直接彼に渡していますので私はこれ以上の証拠を持っていません。その可能性はあるかもしれません。しかし手紙にはこう書いてありました。私の証言とこの契約だけで千眼軍が解決してくれるでしょうと。雲先生がそう言うなら間違いありません。彼に直接話をしましょう。それこの件について全てお答えしました。他にも何かご質問はございますか。運座頭は本当に優れたお方なのでこの機にたくさん聞いておかないと後悔してしまいます。そういえば先ほど隣にいたあの親友の方今はいないようですが、もしかしてわざと取材を避けているのでしょうか。やっと帰ってきましたね。この方があなた方を待っていましたよ。君は、それにシーンまで。君たち何をするつもりだ。おいシーン、契約のことを忘れるなよ。もう知っていますよ。あなたのその契約は何の効力もないということを。
効力がない？いい加減なことを言うな。契約には一字一句はっきりと書いてある。これを書くために僕は念入りに法律だって調べたんだ。調べた？編集長さんはリーユへの法律にも興味があるのですか？ああ、新入りが不勉強でお恥ずかしいところをお見せしました。では取材を続けましょう。構いません。私も近頃リーユへの法律について勉強しているのですが、法文があまりにも複雑でなかなか読むのが大変ですよね。例えば我々の劇団の契約ですが、月会亭が交付した公文書を読み終えるや否や、七星がまた新たな解釈を交付しました。編集長さんは一体どのようにしてご自身の研究に見落としがないことを確信しているのでしょうか？それは、その、全部読んだはず。今の法律によれば、契約に書かれた弁償額は全く合理的ではありません。ですので、恐喝に当たると戦艦軍へ通報することができます。でたらめを言うな！そんなはずが！あら、編集長さん、どうやら今回の取材は続けることができないようですね。こいつの言ったことは無視してください。うちはみんな真面目な商売人で。あなたのことを信じないというわけではありません。ただ前に似た案件を読んだことがあり、それを思い出しただけです。もし戦艦軍が調査すれば、操業に必要な資格や過去の出版物どころか、防火や換気に関することまで何度も調べ審査を行うことになるようですよ。早く戻ってきちんと準備をしておいた方がいいのではないでしょうか。まあ取材を続けても構いませんが、そちらのお時間を取らせることになってしまいます。いいでしょう。君たち覚えておけよ。ちょっと逃げないでください。ウン先生、さっきどうして私を止めたのでしょうか？そうですよ、私が結んだこの契約の内容だけで彼を捕まえることができるんですよね。私は法律家ではないので、このようなことは詳しくありません。さっきのは彼に道案内をさせるための演技だったんです。道案内をさせる演技？ウンキン、今戦艦軍が彼の後を追ってるわ。その足取りからして拠点に向かっているのは間違いないよね。今度こそこういった古新聞をきちんと取り締まってほしいわね。そうすれば私も少し楽になるんだけど。ええ、あなたが手紙を送ってくれてる間に、院内に戦艦軍への報告を頼みました。シーンさんの弁償額があまりにも高額なので、たとえ法律に反していなくても、抜け道を使ったに違いありません。抜け道を使った以上、何か企んでいるということになります。それに乗って、一芝居打てば、彼はおのずと、本物の証拠へ続く道を案内してくれるというわけです。現実味を帯びることが演技の真骨頂ですよ。これであの新聞社もやっていけなくなるでしょうね。他の古新聞もおとなしくなるといいのだけど。あ、もしかしたら彼に他の新聞社のことを白状させることができるんじゃ。あ、それでふと思ったのですが、私もしかして職を失ったのでしょうか？うん、あなた本物のスチームバード新聞社に投稿してみる気はありませんか？もちろんです。しかし私の原稿は採用されるでしょうか？いいね。次に取材の時間を確保できるのはいつになりますか？取材は私を通すってこと忘れてるのかと思ったわ。明後日の朝だけど大丈夫？それではシーンさん、また明後日今晩の芝居についてお話ししましょう。それって
まさか雲先生の特集取材ですか？何を書けばいいのかなんとなく分かった気がします。ありがとうございます、雲先生。礼を言う必要はありません。双方にとってここから新たな着想を得られるといいですね。また今度新たな組み合わせに挑戦してみましょう。そう、例えば伝統的な飲み物を使ってみるとか、召喚炉や梅醸節で飲み物を作ったら一体どんな新しい味がするのでしょう。考えるだけでワクワクしますね。役に入り込むとは、劇中人と自身の似た一面を引き出してみせること。そうおっしゃる方がよくいます。そういった観点からすれば、役者と役を結びつけるのは間違っていることとは言えません。しかし私が持っているのは舞台上の姿のみではありません。舞台上は舞台上であり、舞台裏は舞台裏でまた別なのです。私を素っ気ない人だと思っているような手紙ももらうことがあります。そのため手紙を返すときはより慎重にならなければなりません。時々食事会に参加することもあるのですが、その時はずっと心の糸を張り詰めたままにしています。そうですか。あなたも舞台上の私の方が好きなのでしょうか。それもそうですよね。舞台上で披露する技術もその姿もどれも観客に好かれるため緻密に設計されたもの。老若男女に好かれるような役を作る、それは私が研鑽を積み目指しているところです。しかし舞台からひとたび降りれば、隣にいる人をからかったり冗談を言うことすらはばかられます。そんなのは退屈に過ぎるというものです。はぁ、この話は終わりにしましょう。今宵の礼はいかがだったでしょうか。他に欲しいものはありますか。例えば記念として何か残すのはどうでしょう。記念品としてふさわしいもの、何か思いつきますか。ん、はあ、はい、どうぞ。欲しがる人がよくいますので、しかもそのほとんどが舞台姿の私の写真を希望します。その方が価値があると。手間を省くため現物をいつも手元に置いておいた方がいいと院内に勧められました。おお、お客さんが持ってるそれ新女壁館の舞台姿じゃないですか。へへ、うちの家にも一枚あるんですよ。なんだ、雲座頭のサイン入り写真の話をしてるのか。俺の店にも一枚あるぞ。どうでしたか、記念する価値はありました。仙人たちも好んで食べる新鮮で熱々の塩魚だ。英発商店、ご満足いただけるよう最善を尽くします。